でさんって俺知ってる。あ、そっか。あんまり。完成したパンフレット。そこにはディケイドの名の通り、ガゼットの10年が詰まっている。できたなっていう日程が厳しいですね。これ本数が多いですね。多いですね。まあでもこの気持ちはなれ忘れたくないっていうのありますけど、ね。それ何のページなんですか。これいろんな過去も今もですけど、まあ、関係者の方たちのありがたいお言葉ずらずらっとあるんですけど、なんか懐かしいっていうところと、あ、なんか本人たちですらこう忘れてることを覚えててくれたりとか、ちょっとこう歴史ですよね。ちょっとしたガゼットの辞典みたいな。節目をきっかけに振り返るのはメンバーだけではなく、ファンもスタッフも同じ。改めてそのことに気づく。降り続いた雨は上がっていた。この日はステージをより楽しんでもらうためのホールスタンディング。1万5000人のファンが幕張メッセに集まる。ステージが始まる。反骨精神っていうんですか、なんかまあそういったものを常にみんな持っているので、でもそれがそれを持てるっていうのはやっぱり自分たちのように自信があるんで、この10年間もういろんな周りのガゼットのイメージとかも
自分の中でのイメージとかも全部こう洗い落とされて、でこの10年目からやっとこうナチュラルに活動できていけそうだなってこう実感した。別の次元に行きたいっていう感じがあります。その、まあ、ビジュアル系なんだけども、やっぱその中でもこうくくれない存在っていうか、それはやっぱしなりたいなって思ってます。長くガゼットっていうのをやりたいし、もっといろんなものを作ろうと思うし、うん、もっと刺激的なライブできると思うし、自分もやっぱりガゼットのファンだし、どういうことができたのっていうのはすごく楽しみなんですね。やっぱ10年経って一個またスタート地点に立って、ここからまた始めれるなっていう、ちょうどよくそういう節目に来たのかなっていう感じがしますよね。なんかようやくこうガゼットとしてこうまた再スタートできるというかって気持ちが強い。1年ぐらいでやれるようにね、もうそのぐらいの覚悟と決心が逆につきましたよ。